スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうも原田山です。ボーカルギター渡井です。ギター佐々木です。ベシアです。ドラマ片山です。我々、原田4畳半は来る6月の、5日でございますね。はい、はい。フォースミニアルバム、ノベル、じゃあフロムノベルランドをリリースいたします。はい、ありがとうございます。フォースですね。フォース、はい、フォースになりまして、はい、メジャーとしては、1作目のミニアルバムでございまして、はいはい、7曲入りの CD になっているんですけれども、はい、まあ逆に聞こうかな。じゃあどうですか、どんな感じですか。めっちゃいいっしょ。いやキャラブレない。カメラ心配すごいキャラでしょ。みんな戸惑っちゃう。でもすごい、僕らにしては挑戦がたくさん入ってるアルバムなんですけど、うん、でもまあそれでいて僕ららしいというか、うん、芯はブレずにできた作品なので、うん、まあ、すごい面白い作品ができたかなって思ってるんですけど、うん、逆にどうですか。いや、その通りに、その通りに、逆の逆に、逆の逆に、ここに今ジャケットが出てると思うんですけど、はい、ここにこのジャケットがですね、このまあでもこのジャケット見てもらえても分かる通り、はい、これがまあだいぶ新しい、はい、挑戦をしておりまして、はい、今まではイラストのジャケットだったりしたのが、はい、今回写真になっていたり、はい、とかそういうところからも分かる通り、楽曲もたくさんのチャレンジを重ねて一枚となっておりますので、はい、それも楽しんでいただけたらなと思っております。はい、はい、そしてそんなアルバムをリリースしまして、はい、我々7月の19日金曜日にですね、ZEP ダイバーシティワンマンライブ決定しました。ZEP は今多分これに出てるんですよね。ここに出てます。今俺らの顔が今見えない状態です。でもちょっと透過させて顔は見えない。ちょっと今これ叩き割ってる。そう、でも僕らとしても最大規模のワンマンライブになります。で、前回のツアーがマイナイブリッツ赤坂でのワンマンライブだったんですけど、はい、まあ、それがね、結構いろいろとやったワンマンだったじゃないですか、はい、映像を投影したりだとか、うん、エンドロールとかオープニング映像とか、うん、映写教室に置いたりみたいな、いろいろ挑戦してみて、うん、あ、なんかこういうのもっとやりたいなっていうのがすごくメンバーの中でもあってね、うん、なんかそれをもっともっと表現できるあのワンマンライブになるんじゃないかなと思うんですけど、最近どう、うん、めっちゃいいやつができると思う。はい、よろしくお願いします。片山に喋らせてください。わーい、どうぞどうぞ、期待の言葉をどうぞ。期待の言葉はないです。ないのかよ。ワンコにさせてくれよ。急に言われることねえだろ。やっとけ。頭からずっと端っこの方に片山が喋ってる動画が、何の動画だよ。どっから持ってくる。前回の片山。前回の片山ここにいると思うんです。今回もまた進化した片山と共にお送りしておりますので、はい、ノベルランドランディングでございます。最後ですね、はい、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思っております。はい、はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。カメチェックすいませんでした。